糸面磨きしたガラスで本当に安全なのか思いっきり擦ってみたということで、私どもではダイニングテーブルの上に置くガラスをご検討中の方へ全周糸面磨きという切断面処理をお勧めしています。この全周糸面磨きとは、ガラスの切断面の全周を1ミリくらいの面を取って磨くという意味で、最低限安全で綺麗な加工になります。テーブルトップに使用することを想定すると、結構手に触れる機会も多く、例えば手で擦ったりしても怪我したりしないものなのか不安に感じる方もいらっしゃると思いますので、一度思いっきり擦ってみたいと思います。まずは糸面磨きのアップ画像をご覧ください。先ほども申し上げましたが、糸面磨きとは切断面を1ミリぐらいの面を取って艶出しまでの磨き加工をしています。ちなみにこちらは私の手です。職人で手の皮がかなり厚いとかではなく、普通の手です。では思いっきり擦ってみます。多少熱いですが、このように思いっきり擦っても手が切れるようなことはありません。今回見ていただいたように、糸面磨きしたガラスではちょっと触った程度では手が切れたりすることはなく、小さなお子様がおられるご家庭でも特に問題なくご使用いただけます。とは言いましても、ガラスは硬い素材なので、例えば思いっきり頭突きしたりと強い衝撃が加われば怪我しますのでご注意ください。あくまで普通に使用する分には特に支障なく使用いただけるというご理解いただければと思います。以上、糸面磨きしたガラスで本当に安全なのか思いっきり擦ってみたでした。テーブルトップの上に置くガラスをご検討中の方は、ガラスマット、テーブルトップガラス専門店からお問い合わせいただくか、株式会社小玉ガラスまでご連絡ください。ではまた別の実験で。